やめにしますって言おうとしたら唐突に切れてしまった。やっていきましょう。スーパーマグネチック牛乳パート4の1、パート4ですね。4の1とは言わない、パート4で終わらせる。パート3が長すぎたら、パート3が1と2に分かれる程度ね。パート1前半、パート1の3前半、パート1の3後編とでも題して動画を上げたかもしれないっていう、まあ過去のこと言ってほしくはない。これはもうパート4が始まってるんだ。もう勢いボタンを押しちゃったからね。もう始まっちゃった、始めちゃった。これか、撮りたいのはそっちなんだが、ん？お？どうやって撮るんだろう。こうか。ああ、よくできてるな。ちょっと右に傾いてたんだね、あれがね。こういう位置取るべきなのかな。乾いた笑いしか出ない。だからこのちょっと傾いてる、ここでもう離す、手を離す、すると取れるということですね。よくできた。俺のプレイにイライラしてる人もいるかもしれない。だがそれ以上に俺は平常心を保つのに精一杯です。これもさっきの要領で多分こうなんでしょうな。どうすればいいんだ。こうか、こうか、そしてこう。倒せんよな、当然な。さっきの赤いやつをどうにかしてこっちまで連れてこなければならないということだ。どうやって戻れないからな。おお、戻ってきて。面白いな、スーパーマグネチックニューニューは。面白い、実に面白い。ほんの少しも隙を見せたらそれを吸い込まれる、このようにね。今一瞬隙を見せた、もしかしたらささっといけるんじゃないかなと。そういうふうな隙を見せた瞬間に牙を抜いてきた、ね、その手を離した瞬間殺しに来てた、その合図に。気づかなかった。よし、いけている。またなんかピピって言ったな。多分なんかこの辺あるんだと思うんだけど、それがすごいよ。下の方に向けての奥行きとかよくできてるな、本当に感心するわ。見てくれ、この水族館のような景色、よくできている。下手したらシェンムーよりよくできているかもしれない。クマの実、エンジェルフィッシュ。冒険はしない、冒険をするゲームじゃないんだこのゲームは。冒険をしてはいけない。ゆっくりね、歩みを進めていく。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。今のはアクション向いてねえ、俺にアクションは向いてねえ。桜大戦やろうかな、桜大戦1からもう始めちゃおうかな。おもむろにスーパーマグネチックニューニューは危険すぎるわ、危険すぎる。終わらせられる気がしない、こんな壮大なゲーム終わらせる気がしない。もうあと何ステージあるのかっていうの、それもそれすら考えたくないもんな、考えられない。こんな飛び方もできるんですね。もういいです、こんな風なギミックを楽しんで余裕を淡々といく。
何が今ダメだったんだ。最初やったのと同じ要領だったと思うんだよ。何がダメだったんだ。こういうことか。なんかあんだろうね。ピピって言うんだよ。あの黄色いカードのことじゃないと思うんだよな。わからねえな。わからねえままやるのは良くねえかもしれんけど。ここはゆっくり進めていこう。ここなんかあるわけではないな。慎重に行けってことだけど。ここで落ちた。いや、ここは繋がってるんだ。ほう。さっきの繋がってたからいけて、ここは繋がってなかったんだ。その向こうさの、向こうの切れ端が。繋がってなかったから死んだんだ。ひでえ。ひでえけどよくできてる。人の心理うまくついてる。これなんだろう。なんかいかにもありそうじゃない？これ。信じてええんか、この通、この道を。信じてええんか。左の青いのとかどう使っていいのかもよくわからんぞ。怖えよ、なんか。なんかあるんだろうね。繋がってる、実は。試してみるか。冒険してみよう。危険な冒険をしてみよう。成功か。成功体験か。取れんかったな。取れる。頑張ったら取れる。取れた。いやー、頑張ってみるものですね。慎重に行こう。こういうとこ、こういう一つ一つを慎重に行かなければ。スーパーマグネチックユーニーの世界では生きられない。こういう一つ一つのところを慎重に行かなければ。慎重すぎてもいかんけど。無口になるね。このゲーム。このゲーム無口になるね。喋ると死んじゃうからね。喋ると死んじゃうからね。雨まで降るんだぞ。別に降らさなくていいじゃんね、雨ぐらいね。わざわざ。雨を降らせてくれるっていう。この世界観を作るために雨を降らせてくれるっていう。例えばスーパーマリオブラザーズをまた例に挙げるけどさ、スーパーマリオブラザーズでさ、まああのスーパーファミコンのやつね、雨のステージなんかないからね。 3D で雨降らせてるけどさ、これはさ、慎重に行ってよかった。慎重に行ってよかったけど、これ SG クランクじゃないけど、 SG クランクとは言わんけど、なんて一本橋みたいな、バイク一本橋みたいな。あれもゴールじゃん。うわー、ゴー。9分14秒。掘り出し物がよくわからん。掘り出し物がよくわからん。わからんまま進めてる。スーパーマジブネチックニューニューの取り出し読んだ方がいいかな。また新しい。すげえよ。こんなのすげえよ。こんなのすごいよ。何をやってるか分からんと思うが。
青、もう一個、あそこでは。OK。何をするべきかは分かった。なんか問題はそれが終わるまでに俺ができるかどうかだな。できんかった。もう間に合わんだろ。間に合わんね。しゃあない。55個。プレスエニーボタン。ほっ、そうそう、今回のニューフェイスでやすがね、小学校の裏山に例の花が咲いてるって垂れ込みがあったんでやすよ。あの奥地に一度しか咲かないやつっす。邪魔。早速山越え谷越えエッチだと花も嵐も踏み越えてついにご対面かなったんでやす。全長8メートルにまで育て上げた珠玉の一品ドディアス。なんなんだろう。何のことなんだろう。あ、もしかして B ってのはボス戦？A ブロックとか B ブロックかなの B かと思ったら B よ、ボス戦の B なのか。今珠玉の一品とか言ってたやつがこれから戦う敵。何これ。よくできてるな、感心するよ。そしてこれは何？取ったら何かあるの？難しいなんてもんじゃねえ。最後かラストか。なんとか避けつつだな。なんとかこの爆弾みたいなのを避けつつ攻撃する。当たった。カシカシカシってきたら噛んでくるから、この種を避けつつこのこれをまだボスの方がなんとかなるか。いや、こんな風な慢心を働いてはならない。慢心をしてはならない。ウツボカズラみたいなハエトリグサみたいなそんな敵だね。消えた？やったー、クリアできた。ボスは案外いけたね。いけました。よし、ゴーゴー遺跡ワールド。ボス戦はまあ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 、なんとも説明的なセリフでやすね。
おお、スーパーミルクちゃんみたいな感じだな。真ん中のやつ。そんなのがあって。では、次回、次のワールドでお会いいたしましょう。一つ踊ってくれたまえ。踊ってくれたまえよ。よいしょ。変なおじさんたら、変なおじさんと、やってらっしゃる。ということで、パート4。ってことでいいのかな？パート4の2とか言っちゃってるけど。パート4でした。次のパート。遺跡ワールドでお会いしたくはないな。どうしよう。やりたくないけど。もしかしたらやる。もしかしたら続けるかもしれない。ってな具合で、スーパーマグネチックニューイーのパート4でした。